はい、今日はさなげの森ですね。近いです。こういう風に桃は皮ごと食べるタイプなんで、こういう風にナイフを入れます。よいしょ。片手で撮影なので難しいところもあるんですが、こういう風に置きます。で、種のついてる方も半分にカットします。で、食べやすくなりますね。これが皮ごとを食べる場合の食べ方です、ね、今日はさなげの桃、愛知県産、豊田市ですね、をいただきたいと思います。めちゃうまいですね。甘くて、うん、個人的にですが、冷蔵庫で冷やすと美味しいと思われる方が多いと思うんですけど、冷たくて糖度を感じたいときは、甘みを感じたい場合は、常温の方が甘く感じると思います。うん、冷たく冷やして食べたいっていう需要もあると思うんで、それはそれでいいんですけど、僕個人としては常温で食べることの方がおすすめです。また動画をお送りします。